お土産でもらいました。これなんか有名だよね、これ。このこいつ、サルボボ、サルボボは、これなんて読むんだろう、なんとか地方にある人形で、あ、猿の赤ん坊という意味で、おばあちゃんが子供や孫にコツコツと作ってあげたのです。子供たちは、玩具、食玩の玩だよね、これ。玩具かな。としていろんなことを覚え、またお守りとして庶民に親しまれ大切にされた人形なのです。ということでね、いただきましたサルボボですね。うちのお母さんが作ったわけではないけど、これでもね、めっちゃ可愛いよね、こうやってなってると。え、通らなくない？え、通らないよ。うん、かわいい。同じ赤だからね。はい、ネイル .com です。前回のね、動画でオフ動画ご紹介したと思うんですけれども、その時に3本ですね。こちらはオラックさんの N01 番、こちらのカラーを使って塗って仕上げました。ただ、どうしてもこのね、中指がモザーだってほら、短いということでですね、私普段あんまり自分の爪で長さ出しって正直しないんですけど、でしかもね、利き手側って、時間もかかるし、あんまり普段本当に長さ出しすることないんですけど、今日はね、こちらの中指ですね、長さ出しやっていきたいと思います。まずはね、こういう100-180グリッドのバッファーを使って表面をね、綺麗に削っていきます。こんなもんかな。全体を曇らせて、こう全体に傷をつけることができたらね、全然OK なので、これをやりすぎてしまうと爪が薄くなってしまうので、このぐらいでやめておきましょう。今日はね、こちらのネイルフォーム使っていきます。でこれ結構ね、もう最初からカットされてたりとかするので、その分少し楽かなっていう願いを込めてこれ使っていきます。で爪にシール剥がす前にこんな感じでカーブつけておいてあげると、結構ね、爪にフィットしやすくなる。こんな感じ、こちょっとね、ここら辺こんな感じでカーブつけておいてあげるとやりやすい。でフォームを外したら、ここのね、サイズが自分に合ってるのかどうかを確認するために、こうね、ちょっと爪から浮かせてる状態なんだけど、このままペッてやっちゃっても大丈夫で、ここを合わせて、その自分のこの白いラインとここのラインをどこをね、どういう風に切ればいいのか、こんな感じで合わせます。本当にね、人にやるのとね、自分にやるのとだとね、マジで自分にやるのはね、難しい。まずは、フォームをね、装着することができました。でもこれだとちょっとね、まだね、きちんとフィットできてないので、こちらのね、 C カーブスティック太いな、先端から入れて地爪の形に沿ってフォームを作って上にグッと持ち上げながら引っこ抜く。そうするとこんな感じ、このスティックを使って地爪にきちんとはまるような感じで作ってあげる。こちらプレプライマーで、私は他の地爪と揃えるぐらいの長さ出しなので、ここも2ぐらいまで作ってファイルで形を整えればいいかなと思うんですけど、スカルプみたいにロングネイルにしたいっていう方はここでプライマーをつけておいた方がいいと思います。今日使っていく筆、こちらです。こちらね、プリアンファさんが出してる筆になってまして、普通のジェル用の筆のような形のもの、ただ反対側にスパチュラがついているので、オラックさんとかああいった感じのものだと思ってもらえればいいんですけど、私これ友達が持ってて使わせてもらったら、もうね、ここの腰が本当にすごくて、あ、もうこれ絶対買うって思って買ったものです。今日はね、これを使って長さ出しはやっていきます。
まずはね、ベースジェル塗っていきます。で、このフォームをつけてる時のネイルの気をつけるところはね、ここをついちゃうとフォームのね、形が崩れちゃうので、なるべくもうフリーハンドでやっていく感じ。ちょっとサイドやるときはこう軽くだけど接地面ができるからすごくやりやすい。ベースジェルの一度塗りが終わったらライトに入れて硬化します。こちらのね、グレースジェルさんが出しているスカルプチャージェル、私ね、いつもこれトップジェルとしてしか使ったことがなくって、こちらね、でもね、硬さも結構ありそうだし、強度もね、なかなかありそうなので、こちらのスカルプチャージェルを使って今日はスカルプを作っていきます。まずはこの地爪の先端の部分、ここにジェルを置いて、やべ、超むずい、先端を作っていきます。やばいやばいやばい、マジで超むずい、超むずい、これ、ちょっとどうしよう、超絶難しいぞ。やばいやばい、サイドがね、全然ついてない。とりあえずバブルだけ全力で気をつけて、バブルとサイドだけ気をつけて乗せることができたら、ちょっと一旦硬化しようかな。一旦ね、ちょっと硬化します。これ30秒やらなくていいので10秒ぐらい硬化します。お、めっちゃ熱いじゃん。そしたら、全体のフォルムを意識しながら乗せていきます。やばい、形がマジでいびつすぎる、めちゃめちゃ難しい。とりあえずね、サイドとかバブルとかそういうのに気をつけながら乗せました。で、一旦ちょっと裏返して、セルフレベリングをね、ちょっと待ちます。したらライトに入れて硬化します。ちょっとね、熱かったんで硬化熱低減モード、こちらを利用させていただきまして、ただね、99秒やってしまうと全硬化になってしまうと思うので、ここから30秒ぐらい経ったら、ライトから出してフォームを外してピンチを入れます。こちらのね、 C カーブクリップ、これなんかインスタとかでよく見かけるやつ、これね、グラスファイバー購入した時についてきてたので、これを使ってちょっとピンチ入れてみます。これだけでいけんの？あ、待って、46秒も経ってるじゃん。はい、フォームから、こうね、フォームから外したらね、みんなね、私がね、どんだけ今汚くネイル乗せてるか見えるよ。やばない？形、待って待って、マジで形がマジえげつないんだけど、これにこれをこうつけんのかい？どうつけんのかい？こうでいっか。上からの方がね、つけやすい、明らかに。あ、で、この状態でライトに入れる。完全硬化していきます。はい、C カーブを入れることができました。まずは未硬化ジェルを拭き取って、したらね、形を整えていきます。先端からいきます。やばいよ、フォームの上で流れすぎでしょ、こっち。こんなんさ、
こんなんなしだよね、これは。いや、この流れ方マジでなしだわ。ちょっと待って、マジでちょっとね、明らかにここはちょっと大幅に削りたいので、ワンストロークずつこう様子を見つつ80グリッドという驚異的なもので削っていく。あ、オッケー、いい感じじゃない？こちら側は大丈夫か？待って待って、厚みが半端ねえ厚み出しすぎなんだけど、何これ。え、全体の形を整えてから、私は一番最後にもう一回ちょっとね、先端とかのフォルムに行きたいと思うので、全体の形をまず整えていきます。待って、明らかに、ちょっと待って、厚みがすごい。こっち側のね、ここのね、厚みがね、ちょっとすごすぎるぞ、これは。もうだって爪がさ、横に広がっちゃってるんだよね。あー、150グリット買っとけばよかった。さんが売りくれた。だいぶ人間らしい形にはなったと思う。とね、今ね、ファイルでフォルムをね、ある程度整えてただけなので、まだね、表面ガタガタなんですよ。で、そのガタガタを利き手側直す時には、100グリッド裏側ですね、こっちの粗い方、ここで、ガサ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 とこんな感じで出てきます。で、こういう角度とかをちょっと調整しながら、自分の当てたい場所にファイルを当てて、なだらかになだらかにしていきます。はい、今ね、塗る前の状態でこんな感じです。先端から見た時の厚みはこんな感じで、オラックさんよりも少し厚みを残してるんですけど、結構ね、柔らかい。ちょっとね、強度的な部分でこのスカルプチャージェル不安は残りますけど、まあでも私の場合はそんなに長さを出してるわけではないので、これでいけると思います。グラデーションにしちゃえば、ジェルスカかジェズメかなんてね、本当に分かんなくなっちゃうからね。はい、こんな感じで長さ出しネイルの完成です。先端から見るとかなり他と比べて厚みが出ているので分かりやすくなってしまってるんですけれども、でこう、ね、表面から見た時に横がこうポテッとしてね、太っちょに見えないように、サイドの部分はしっかりと削って、地爪に近いような感じで見せるように作ってあります。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。初めて使ったものがこちらのプリアンファさんの筆と、こちらのね、Cカーブを作る用のクリップ、こちらの2つに関してなんですけど、これはもうね、絶対に手がベタベタしないし、多分ね、そのね、その人の長さによって、ロングネイルだったらこう下からね、こんな感じでつけてあげることもできるし、短い人もこうやって上から挟んであげればつけることができるので、すごくこれはね、便利な商品だなというふうに私は思いました。
プリアンファさんが出している筆なんですけれども、本当にねすっごくコシがあって、こちらの筆と似たような感じの質感になっていて、値段もそんなには高くないかなと思います。オラックさんが出しているこういったジェリージェルのような硬さのあるもの、そういったものだとやっぱり私はこういうスカルプっぽいような筆の形をしているものの方が扱いやすいなというふうに思ってるんですけれども、私が今日やりましたグレースジェルさんのスカルプチャージェルだったり、プリジェルさんが出しているダイヤモンドビルダー、ああいったね他のジェルよりかは硬いけれども、他のジェル筆だとこう使えないけどみたいなやつとかだと、全然こっちの方がめちゃめちゃ扱いやすいなというふうに私は思いました。本日私が使用させていただきました商品ですね、すべて概要欄の方にリンク貼らせていただいてますので、そちらからぜひぜひご覧になってみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。